よ。あれ、おかえり、メルルちゃんもこっちにおいでよ。あ、はい。なんだかにぎやかですね。ま、ちょっと知った顔で集まってみたってところかしら。私は忙しかったんだけど。そういえば、皆さんアーランドで一緒に冒険されていたんですよね。そう、アーランドからの腐れ縁ってとこ。私もよくトトリの採取に付き合わされてたわよ。そうだな、俺もしばらく帰ってないし、なんだか懐かしいぜ。そういえば、少し前に君はアーランドに戻ったと言っていたな。何か変わったことはあったか？びっくりするくらい何も変わってなかったですよ。みんなも元気だったし、そういえばエルお姉ちゃんがジーノ君のこと心配してたかな。あのジーノ坊やが一流の冒険者だなんて、冒険者のレベルは心配だわねって。全然心配してねえじゃねえか。俺だってあれからたくさん経験を積んだんだ。今ならメルネーとやったってきっと負けないぜ。多分。やめておけ。私の見たところ、お前はいつまで経っても彼女には勝てないだろう。どういう意味だよ師匠。言葉のままだ。強さ云々以前に持って生まれた星が違う。それにしても私たちがみんなアールズに来てるから、残ったメルビアさんたちは大変そうね。そうかもな。腕利きの冒険者は大体こっちの方に来てるし。あ、そのことなら心配ないみたい。メルお姉ちゃん今はお母さんと組んでるって。ギゼラさんと？それは見たくもないくらい最強のコンビだな。メルお姉ちゃんは相棒というか、しょっちゅう暴走するお母さんに手を焼いてるみたい。あのメルネーが抑え役かよ。ギゼラおばさん怖すぎだろ。私もアールズに来る前は彼女の起こした騒ぎの後始末をよっ、その説はお母さんがご迷惑をおかけしました。トトリ先生のお母さんってなんだかすごい人ですね。どんな人なんでしょう。一言で表せば、あの人と一緒に冒険してその強さを目の当たりにした冒険者は、その後三日三晩悪夢を見るという。ちょっとお母さん、そんな悪霊みたいに言わないで。それくらい強いってこと。で、他の連中はみんな元気にしてた？そうね、クーデリアさんがぼやいてたっけ。リディさんがいなくなって受付業務が忙しくなったって。そうそう、マークさんにも会ったよ。アーランドの技術顧問をしてるって言ってたけど、相変わらずだったな。彼に役職をつけて机に縛り付けても数時間後にはもぬけの殻になっているだろうな。あの人放浪するのが趣味だからな。下手な冒険者以上に旅ばっかしてるぜ。はあ、アーランドって個性的な人が多いんですね。あら、アールズだって負けてないわよ。なんてったってお姫様が錬金術師をやってる国ですもの。それってどういう意味ですか？冗談よ。でも機会があったらメルル姫も一度来てみるといいわ。そうだね、アーランドにしかない素材もあるし、きっと勉強になるよ。昔は大都会って印象で憧れてましたけど、今は錬金術師として興味が湧いてきました。アーランドか、いつか行ってみたいな。